動物園の案内図地図上の番号に対応する。ト物プ1、切り口2、管理棟3、子供向け施設4、水族館光、生物圏再現施設6話27猿8オム、9犬10猫11小型、5、ニュール12、勇気表13、ジャガー14、トラ15、ライオン16、クマ17、トベナイトリ18カバ19、 カンガルーニトーアンテロープ21ヤギ22シカ23アゼル24シマウマ25ゾウ26ラクダ27リャマ28ウマカ動物29小型犬30熱帯町31熱帯植物32池3 3喫茶店34遊園地35滝36喫茶店37水鳥38サル39毛金類40騎士41 猛禽類42、多長43、昆虫類を手洗い獣医滞在所ポンプ場、マイナス用水路、変圧器、予備ゲート、滞在用施設タシュケント動物園は、ウズベキスタンの首都タシュケントにある動物園であり、中央アジア最大の動物園である。タシュケント動物園は、トルキスタン時期ソビエト社会主義共和国時代の1924年に、設立された。 当時は総面積3ヘクタールの小さな動物園だった。その後飼育する種類が増え、1940年代の終わり頃には約200種類の動物、鳥類が動物園で飼育されるようになった。ウズベキスタン独立後の1994年、政府は現代的な新しい動物園の建設を決定し1997年の独立記念日に、 多種県と植物園に隣接する場所に開館した。新しい動物園が開館した当初は85種類しか動物がいなかったが、現在は約415種類の動物、鳥類約3000頭が動物園内で飼育されている。また、動物園内には水族館の機能を果たす水生動物エリアがあり、サメや魚、イソギンチャクなどを見ることもできる。 1998年、多種ント動物園はユーラシア動物園水族館協会に加盟した。また、世界中の46の動物園と提携関係を結んでいる。ありがとうございます。